We are F6 ということで、昨日ですね、スプリウォーズの、最初のね、メンテが終わった後、今度、そこで少し紹介した通り、ポイント集め大作戦が、今日から始まりまして、それもなぜかコラボということで、F6 ファーストライブツアーサティスファクション、これは舞台の方です。おそっさんの舞台の方なんですけど、そちらとのコラボが決定したみたい で、一応あのアイコン見せますけど、こんな感じね。アイコンもこんな感じでコラボ中ってなってるんですよ。トッティでね、10月からいよいよトッティに切り替わってね、なりました。わかるよ。で、追記してある。そして新発売、おそばさん、ひとくりぼうずニットの工房、コラボイベント風中、なんと、じゃん。じゃん。まんまです。ステージクリアでポイント金の松を集めて、アトラクション、スカチ系や、ダイヤなどの豪華アイテムが手に入るイベントを開催。で、ガチャチケが1枚配布されると。で、F6 が確率アップのガチャ。10連時の確定枠でのみ F6 が一体確定。なるほど。ってことは、10連しないと出ないってわけだ。で、大豪邸ホテル。これ多分関連のやつかな。一応ボイスの修正が入ったと。ボイスの修正入った。追加されたわけじゃないのかな。そして、こちらな。ポイント集め大作戦。フィシックスサティスファクションシリーズ。ほうほう。スカツキやダイヤなどの豪華アイテムが手に入るイベントを開催。で、昨日紹介したゴブリンなどで、これ多分ライオとかもやっぱり、ね、必要なんだよね。で、安くなるのか。前回のポイントは引き継がれません。ほうほうほう。報酬ね。はい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 。やっぱし100万まで必要なのか。スカでもスカチケあるからね、まあ、とりあえず頑張っていかないといけない。なんですよ、ちょっとごめんなさい、ちょっと失礼。はい、再開。ちょっとお腹が失礼いたしました。ではいよいよ始めたいと思います。ポイント集めコラボ編、ファーストライブツアーサティスファクション。あ、文章一緒なのね。はいはいはい。ここは一緒なん、一緒だったわ。まずじゃあ、クリアだけはしましょうかね。詰め大作戦1。消費は？消費いくつ？あ、5。やっぱり少ないのね。はいはい。上官です、シクセと。原曲ですね。もうここ普通にクリアできるよね。
ってみましょう。いや、後でいいです。まあ、クリアだけします。ささっとね、クリアするだけならめっちゃ簡単だからね。貯めなくちゃいけないからね、これを。フントアップ台が必要なんだよな。とりあえず3クリアしましょうか。難易度的には普通にコラボ、コラボというか普通のイベント中と変わらないです。普通にクリアできるからね。うん、あっさりよ。それあっさりよ。で、まあダイヤもらえるし、おいしいおいしい。で、ここからもらえる。まあもらうとき注意なんですけど、毎回そうなんですけど、このシフト自由にバンバン増えてくるんで、これ受け取るとこっちのボックスに行っちゃうんで、受け取り忘れのボックスがある場合は、アイテムある場合は先に受け取った方がね、下手するとね200件超える可能性あるからね。1000だから別に行かないんだよな。まだない。あった。まだ表示されてないんだよな。結局ゴブリンも出なかったし。落ちたと。ホワイト、あれ、これバレンタインか。バレンタインに、バンド私服、ホワイトデー。ん？プリンスホワイトデーか。ほうほう、赤塚村の海賊の、プリンツの、F6 持ってるな。聞く必要はあんまないかな。そしたら F6 確定って全員持ってるからな。ちょっとなんか香りが変わっているのか、ちょっとチェックだけしましょうか。ボスが変わったとかって書いてたけど、よし、くす。ボス入ってんのかな？入ってないね。関係なかったね。なんか噂は見たんですけどね。で、ちなみにですけど、同時ですね。同時に、これ今、フェスクリウォーズなんですけど、もう一つ、旅松。おそまさんにドスゴロクぶらり旅の方でも同じくコラボが開始しております。まあ向こうはうーん、向こうはたまにやってる。ログインはもらってるけどね。第4弾の白装束を 6人を集めたの次ですまで行ってますね。貯めたいな。ちょっとさすがに一体見たい気がする。なので、どうしようかな。ちょっと一回貯めますね。ちょっとね、所持してるものの中にポイントアップ系があんまないので、それ集めていきます。これでね、出てくるかな出てくるかな。まあ、頑張ってみます。はい、今ですね、裏で必死に食べまして、1万5000まで、木の松食べました。で、
これで一応スカチ系のね1枚目確か条件がクリアなはずなので、ちょっとそこまで待つ。報酬をもらわなきゃいけないんだよな。来た。今来ましたね。じゃあ見ましょう。ヨシックスサティスファクションスカチケ受け取ります。期限付きですね。もうもらったらすぐ使った方がいいですね。10月12日まで捕獲可能キャラを表示します。見てください何これ実写実写舞台の方々ですね。どうしようかな誰行こうかな。なんかねポイントアップ中っていう機能がついてるからねかなりいいらしいんですよ。どうしようかな誰からにしようかな。決めた。アップやべえ。わあ、肉食系肉。シリーズ特徴。攻撃力がそこそこ高く、HP がちょっと高い。闘神がかなり高い。これは F6 のシリーズの戦闘と一緒で、期間限定のポイントアップ中持ってます。だから交換するのがいいんですよね。ただし空中的には攻撃できないんですよね。行きましょうか。交換。交換しました。じゃあ見てみましょう。とりあえずすぐ使うからどうしようかな。いる？いる？いる？この中にいる？あ、いた。レベル上がんの。まあとりあえず20にしときましょう。このチームでまとまる？大丈夫？で？ん？やや？やや？噂本当なのか？あれ？どこ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 っすか？どこ？ん？ん？ん？どこ？どこ？あ、わ、わ、新しい枠できてる。コラボってできてる。なんかボニョンって言ったね。ボニョンって言った。はあ、ヨシックスファーストライブツアーサティスファクションのカラマツ和田さんですね肉を巻いて肉を食べる、肉を肉で巻いて食べる肉食系肉のカラマツは証券好きとともに波動を浴びてる。待って待って、何を取ったなんでこのモーションを取った。おいおい試し受けてるあんのあんのボイス。おい、てめえら、道を分かろう。どこで撮ったんだこれは。屋外なのか。おい、てめえら、道を分かろう。おるる。ガチでよ。ガチで入ってる。取れるようにしてやったぜ。これは12話の12話11話か。
一気十一話のセリフや。通れるようにしてやったぜ。なんでそれが下なの。ヤジ、ヤジあんの。気張っていけよお前ら。たまには褒めてやらないとな。まあ、こんな時もあるよな。ガチか。ガチでセリフあんの。うわぁ、全員集めたいわ。集められるんだけどね。あれ？ここにないよね。うん？こっちにあんのかな？あれあれあれ？こっちにはないのか？見落としてたらごめんなさいね。ないのか。わあ、わあ、使ってみよう。パーティーにポイントアップ大つゆついてるからね。中だから、どうすっかな。どこを削るかなんだよな。どこを削るかな。どうすっか。まあこうするしかないか。えいっ。レジェンドなチームだぜ。おさまつにさってことはタキャラ扱いなのか。ちょっと一回行ってみましょうかね。決まっていけよお前ら。くさ。なんだこりゃ。やば。やば、たどり着いてないし。殴れてないし。殴れてないし。たまには褒めてやらないとな。もう、なんだこれ。わけわかんない。もう、あれだな。いつか夢でチェックメイトみたいな感じで何が何だかもう決めて何も考えない。うわーうわーでした。とりあえず裏で全員集めますね。というわけで、今回、ポイント集め大作戦、実写出ます。実写がキャラと一緒に進行してきます。性能的には、普通の S6 と同じです。ですがも、モーションボイスありなので、ぜひ皆さん手に入れてください。笑いが止まんないわ。